はい、皆さんこんにちは。本日はですね、レルジュン宅建士ですね、こちらですけれども、これを使いましてですね、これで、どのように勉強を進めていったらいいのかということでお話をさせていただきます。担当はレクセン認講師の、黒田と申します。よろしくお願いいたします。はい、タイトルはですね、こちらご覧ください。新録、デルジュン宅建士合格テキストを使い尽くすということで、こちらのテキストを使ってですね、合格をしていただくということで、勉強の効果的なやり方についてですね、話をさせていただきたいと思います。まずですね、こちら画面にありますので、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、デルジュン宅建士合格テキストですね、こちらになります。で、このテキストで、学習する場合ということですけれども、まずはですね、概要を知る程度に、読むということですね。ですから最初から最後までがっつり読んでしまうっていうのではなくて、まずはですね、おおよそこういうことが書いてある、こういうことを勉強するんだなっていう感じでですね、読んでいただくといいと思います。最初からですね、頑張ってやろうと思うとハードル上がっちゃいましてね、めげてしまいます。ですから、まずはですね、本当にこういうものをやるんだ、この程度なんだなっていうことをですね、概略をつかんでいただくわけですね。それでまずさっと読むわけです。そして読みましたらですね、今度はその単元の、問題ですね、やっていくわけです。一通り全部覚えてから問題解くのではなくて、項目について、概略ですよね、それをつかんでですね、そして問題を解くわけですね。で、その問題というのは難問でもなく、また簡単すぎずですね、試験に出る形で基本知識が問われている問題です。それを一つ一つゆっくり解いていくわけです。ね、そして、その問題を解いて合ってた、間違った、そうじゃなくてですね、まず正しい選択肢ならどこの項目、どこの項目、どこの項目ですね、このチェックポイントがあります。後でお話しいたしますけれども、それをですね、まず確認しまして、ここが正しいから丸、またはね、ここが間違っているから誤りと、このようにね、判断をしていきます。こちらのね、画面でちょっとご覧いただきますと、こちらですね。はい。まずですね、この解き方のところですね、まず選択肢、一つ一つ見ていくわけですけど、過去問の選択肢ですね、これを解いていくわけです。で、その選択肢がなぜ丸なのか、×かですね、根拠を探すということです。よろしいでしょうか。いいですね。はい。で、テキストに書いてあるから丸とか×という、そのように根拠を探していくということです。よろしいでしょうかね。はい。で、これがですね、実は最も重要です。これを忘れないようにしてください。いいですね。はい。まずは過去の問題をやっていきましてですね、その選択肢がなぜ丸か×かですね、その根拠を探すということです。よろしいですね。で、テキストに書いてありますので、それをですね、見ていくということです。よろしいでしょうか。で、過去問を検討していきますとですね、こちら、デルジュン宅建士ですとですね、合格ステップという、こういう項目があります。で、この項目にですね、過去の問題の中で重要なポイントがまとめてあるということですね。で、しかも重要度に関しては、このように A、B、C ですね、このように3段階で重要度をですね、表示してありますので、A が一番重要度が高いということですね。はい。で、借地借家法ですね、権利関係の中でですね、権利関係で、最後ですね、2問出ますね。12番、11番ですね、11番、12番あたりでしょうかね、そこで登場するわけですけれども、その時にですね、この借地借家法の中で定期建物賃貸借っていう項目があります。近年頻度が高くなっております。ということでですね、それを参考に見ていただきますと、例えばですね、2014年です。この問題を、こちらのですね、合格ステップを参考にしてですね、解いてみたいと思います。よろしいでしょうか。では、まずですね、こちら、ご覧いただきたいと思います。はい。2014年の問題ですけれども、定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならないと書いてありますね。はい。
で、こちら合格ステップのところですね。こちらをご覧いただきますと、こちら、3番のところですね。こちらに載っております。これですね。公正証書などの書面によって契約する必要があると書いてあります。よろしいでしょうか。まあ、ということで、これは正しいということになります。丸ですね。はい。で、2番ですね。今度は、定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めのない、建物の賃貸借契約とは見なされないとあります。まあ、通常のですね、賃貸借契約の場合は、1年未満の場合はですね、実は期間の定めのないものとされます。しかし、定期建物賃貸借契約の場合ですね、この時には、こちらご覧いただきますと、当事者が合意した期間で1年未満とすることもできるとあります。はい。まあ、ということで、この1番の項目ですね、こちらに書かれております。まあ、ということで、こちらも正しいということになります。よろしいでしょうかね。はい、では今度選択肢の3番いきます。定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく期間の満了によって終了することを当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りるとあります。これはどうかと言いますと、こちら、5番目の項目、ごめんなさい、5番目の項目の下のところですね、こちらに、欄外にあります。ここに欄外の1番のところ、こちらに契約書面と説明書面は別の書面であることを要すると書いてあります。ということは、こちらにはどうでしょう、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りるとありますけど、同じっていうのはダメですよね。同じ、これ×です。ということでですね、ここの箇所が、テキストと違う。だから×ということですね。はい。まあ、ということで3番、これが誤りで正解しということになります。で、まあ、せっかくですので4番目の選択肢いきますと、まあ、定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人大家さんが当該契約に係る、賃貸借契約は契約の更新がなくですね、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の、定めですね、は無効となるとあります。はい、こちらもこの上のところですね、ご覧いただきますと、ここに書いてありますね。賃貸人がこの説明をしなかった場合、このというのは、この方式のところがありますね。ここに書いてありますが、あらかじめ書面を交付した上でですね、契約の更新がなく期間の終了満了によってですね、終了する旨を説明しなければならないとされていますですね。そこで欄外のところの、2番ですね、賃貸人がこの説明をしなかった場合は契約の更新がないこととする旨の特約は無効となるとあります。はい。まあ、ということでですね、正しいということになります。よろしいでしょうかね。はい、こちらですね、実際2014年の問題ですけれども、合格者の正答率が 59.3% です。それに対して不合格者は 32.4%、まあ、こちらレックのね、診断結果になっておりますけれども、まあ、このようなデータになっております。ということでですね、まあ、このテキストですね、参考までいきますと、これを利用していただいてですね、勉強していただく、まあ、このようにテキストの該当箇所、これを見てですね、正誤判定をするという勉強を続けていただければ、まあ、このように不合格者の、ね、正答率が低かった問題であってもですね、正解ができるということになりますですね。まあ、ということでですね、このように合格ステップなどですね、これを、まあ、最大限に活用していただいて、で知識をインプットします。そして問題演習することによってアウトプットということになります。でこちらはですね、まあ、2014年の問題を、ご用意しましたけれども、ではですね、皆さんどうすればいいかということで、そこでですね、このテキストはですね、このようになっております。こちら、宅建業法になりますけれども、同じく合格ステップがありますですね。はい。で、こちらに書いてありますけれども、実際ですね、じゃあこの合格ステップで勉強したら、どの問題をやればいいのか。まあ、ということでですね、こちらをご覧いただきましょう。
ここにですね、試験に出る問題ってありまして、過去に出た問題で、練習をしていただくようになっていますが、さらにですね、この出る順テキストのですね、姉妹書である、ウォーク問というですね、過去問題集があります。で、この過去問題集でですね、復習することができます。例えばですね、この試験に出る問題の下のところ、ここにウォーク問とあります。で、この中に該当の番号があります。例えば、119のうというところですね。この問題を、やって練習してくださいと指示があります。ということでですね、こちら、ウォーク問の中の問題の119ですね。ここに、行きます。で、この中の、うですから選択肢のうです。これをやるわけですね。全部やる必要はありません。要するに、この項目では学習していない内容、または細かい内容を、選ばずにですね、ここで勉強した内容をその場ですぐに復習できるように指示がされています。ですから、この問題を選んで復習をしていただくということになりますね。ということでですね、このように、ただ、問題番号をやってくださいではなくてですね、合格ステップに合致する選択肢の番号が入っていますので、この選択肢の番号ですね、これが入っているということ、これが大事です。ですね、ただ、119番やってくださいねではなくてですね、この問題番号ですね、この過去問の、問題番号、選択肢の番号です。ここですね。これで復習をするということです。よろしいでしょうかね。これで効率よく勉強をすることができます。そして、裏にはこのように解説が載っておりますので、この解説で確認をしていただくということです。で、解説の横をご覧いただきますと、ステップがあります。ステップ49ってありますけど、これは合格ステップの49ですね。ここのところを、参考に見てください。これで復習してください。もし間違えたら、ここの項目でもう一回復習ということになります。よろしいでしょうかね。ということでですね、まずはこの出る順テキストですね。この出る順テキストと、そして、このウォーク問ですね。これをですね、セットで勉強していただくとより効果的になります。よろしいでしょうか。そしてですね、まとめになりますけれども、以上のようにですね、出る順宅建士合格テキストでは何を学ぶのか、これがまず一目瞭然ですね。要するに、ここにまとめてあります。いいですね。そして、合格ステップでね、分かりますので、そこで出題傾向に合わせた、重要知識を学べるようになっています。で、さらにですね、理解を深め、知識を定着させられるようにですね、過去に出題のあった本試験の問題や過去問題集へのリンクを掲載しているということですね。ということで、本試験問題ですね、それから、過去問題集への、リンクということですね。ということでですね、こちらですね、このパターンですね、119の「う」をやってください。で、過去問題集の119の「う」ということですね。そして、解説がこのステップの49ですね。間違えたら、ここでもう一度確認をして覚えてくださいということになります。よろしいでしょうか。このようにですね、出る順宅建士というのを使っていただきますと、このように効率的に勉強することができます。まずですね、皆さんがですね、合格するには何をするか、早くからですね、勉強をスタートするっていうことが大事です。そのためにはですね、やはり道具が必要ですので、役に立つものをですね、選んでいただきまして、で、その選択肢の一つとしてですね、こちらもご検討いただければと思います。ということでですね、まずこの、合格テキストですね、これを徹底的に使いこなすということでですね、これを、まず、メインとしてお話しいたしました。まずこれを使ったら、このような勉強の仕方ができますよ。そういうふうにですね、考えていただくといいと思います。皆さんがですね、今年の、試験ですね、合格していただけること、心よりお祈り申し上げております。以上で私のですね、ご説明は終了させていただきます。どうもお疲れ様でした。